こんにちは、ナレーターのゆずです。職場恋愛をした経験のある男女は4割という結果が出た統計があります。このことからもわかるように、社会人が恋人を作るとすれば、まず職場が候補に上がります。ではどうすれば職場恋愛につなげられるのか、同僚から恋人になるにはどうすればいいのか、まずはあなたに好意を寄せる女性の存在に気づかなくてはいけません。今回は女性が好意を寄せる相手に見せる態度をご紹介します。女性が表す好意的な態度。男性はあまり女性のサインに気づきません。言えばいいじゃんな生き物ですから仕方がありません。ですが相手は女性、男性同士とは違った付き合い方が必要です。その筆頭が女性の態度、サインを見ることです。一つずつご紹介しましょう。1、距離が近い。人間にはパーソナルスペースという一人で占有しておきたい範囲があります。電車に乗った際、座席が等間隔で空いていることがありますよね。無意識のうちに人は人と一定の距離を取ろうとします。距離の近さは心の近さです。会話などで女性との距離が近いのなら脈ありかもしれません。女性は警戒心を持って男性と接します。パーソナルスペースに興味のない男性を入れたがりません。あなたが女性のパーソナルスペースに入っても嫌がられないのなら脈ありかもしれませんよ。2、仕事の相談や悩みを話してくる。女性から仕事の相談や悩みを打ち明けられたことはありませんか？仕事に関する質問であれば先輩や上司にした方がスムーズにことが運ぶはず。それなのにあなたに相談しに来るのはあなたに気があるからかもしれません。相談や悩みはあくまでも話すきっかけ作りに過ぎず、その後の予定を入れるための布石かもしれないからです。しかしあなたが女性の上司や先輩、または教育係である場合、本当に仕事上で困っているのかもしれません。そんな時にあなたが適当な返事をしてしまったら頼りないと判断されてしまいます。仕事の相談や悩みを聞き、的確なアドバイスをしましょう。また相談内容が人間関係であった場合、男性は口を挟まずに聞き役に徹することをお勧めします。人間関係は男女で捉え方が違ってきます。女性は捉え方の違いを100も承知ですから、男性のアドバイスが役に立たないことも知っています。女性はただストレスを解消したいだけですから、男性は聞き上手になりましょう。3、休日の過ごし方などの話題を振ってくる。帰宅後や休日にどんな過ごし方をしているのか聞いてくる、または話してくるのなら脈ありです。興味がない人が知らないところでどんな生活をしているかなんていちいち気にしません。この話題を振ってくる時点であなたに興味がある証拠です。そして女性が休日の過ごし方などを話してくれるのなら、それは自分のことをもっと知ってもらいたいというアピールかもしれません。4、他の男性とは態度が違う。笑顔で挨拶をしてくれる、よく目が合う、そっと差し入れをしてくれるなど、他の男性とは明らかに違う態度で接してくる場合、役割かもしれません。女性は好意を持っている相手を前にした時、自然と笑顔になってしまうものです。つい目で追ってしまいますし、気遣ってしまいます。特に髪型や服装、体調の変化にいち早く気づいてくれるような女性ともなれば、あなたをよく観察している証拠です。女性は興味のない男性のことをいちいち覚えていません。観察するということはあなたに好意を持っている可能性が高いです。5、仕事をフォローしてくれる。仕事が多くて手が回らなくなった時、あなたが声をかける前に察して仕事を手伝ってくれるのなら
役があるかもしれません。上司から命令されたものでもない限り、人の仕事を積極的に手伝おうとはしません。特に嫌いな男性の仕事のフォローなど、罰ゲームみたいなものです。あなたの仕事を自分から進んで手伝ってくれるのは、あなたに好意を抱いている証拠になります。職場恋愛は予定が合わせやすく、好きな時に顔を合わせたり、仕事終わりに食事に行ったりといった予定につなげやすいです。反面、職場バレするのが嫌な人は隠すのも一苦労。別れたら職場で気まずくなるかもと及び腰になりがちです。それでも、せっかく出会った女性と親しくなりたいのでしたら、女性からのサインを見逃さないようにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録とシェアをお願いします。